ます。あ、で、英語だ。あ、で、ここ。っていうわ。ここ。いいですね。死なないから大丈夫ですよ。はい、パンダラインですけどね。うん？そしたらいいんですけどね。そうそうそう。よいしょ。耐えろ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 耐えろ。この辺いつもしんどいとこだよね。いやしんどい、しんどい、しんどい、いける、ひしひし、ケツ取り、なんとり、痛かった、痛かった、今も痛いじゃん、今も痛いし、これストレス対人関係の、まあ、そう、はい、ここだよね。でもそれが。だよね。こいつこいつ。ここはね、剣引きって昔から関西で言って、はい、一番凝る部分なんですよ。まあだから誰でも凝ってると思っといてもらったら。痛い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 
でもその辺でよくね、つるんですよ、ね、背伸びして。この辺が硬いもん。背伸びしてつるんですよ。頭おかしいんですか。まあ背伸びしてつるんだね。頭おかしいと思って。ここ痛い。あー、これ硬い。作用でござる。ここうわ痛い。冷凍庫の中に3年ぐらいなんか、ねね、眠ってる冷凍庫 あのお肉みたいな感じ。そう、冷凍庫の主みたいな。主みたいな。でも肩こったりするとそこ痛い。ここだよね。痛いです。うん。分かってますよ、ちゃんと。さすが、さすが。痛い。痛い。ちょっと一息する。ああ、やば。そこなんですよね。でも軽い。でも軽い。もうお願いします。はい。こいつ。めちゃめちゃ軽くなってた。めちゃめちゃ軽くなってた。軽くなってた。ボキボキ。辛いね。辛い。
見てただな。寝違えてます。あ、寝違えてんの。あと5分ね。それがね、響くっていう表現なんですよ。あ、そうなんだね。手痺れたりしたら言ってよ、すぐね。ちょっと。